ぬえてての仮面ライダー紹介。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回はブレイブの強化フォームについての動画となります。現状ドクターサイドは最大でダブルアクションゲーマーの20だったから、なんとか追いつかないとな。さて、そんなブレイブの強化フォームは、こちらのガシャットギアデュアルベータを使って変身する。多動ファンタジー、レッツ、ゴーインキングオンファンタジー。デュアルガッシャット、ガッチャン、デュアルアップ。タドルメブル RPG、タドールファンタジー。でおなじみの仮面ライダーブレイブ、ファンタジーゲーマーレベル50です。50?5 が最大だったのに、一気にパラドクスと同レベルまで行ったぜ。さて、細部を見ていきましょう。まずは胸部の鎧、ダークロードキュイラス。強化装置、エンハンスギアベータ、が組み込まれており、戦闘に関わる全機能のリミッターを強制解除し、変身者の負担と引き換えに強大な力をもたらします。リミッターの強制解除。どれくらいの負担がかかるんだぜ。短時間の使用でも変身解除後は胸を押さえて苦しむほか、長時間の戦闘になると変身中でも動けなくなり、変身解除後は意識を失って倒れてしまいます。そんなに危険なガシャットなのか。剣具を保護する装甲のコンスクリプトショルダー、装備中のガシャコンソードの威力を引き上げる機能を持つほか、腕部からバリアを発生させ、敵の攻撃を押しのけることも可能です。バリア張れるのは強者感あるぜ。そしてファンタジーゲーマー最大の特徴が、万能マントのウォーフェアマント。武装したバグスターウイルスの集団を味方として召喚、射出する機能を持ちます。バグスターを味方にしてるのか。見た目通り魔王のような感じですので、手下のような感覚で刺激していますね。ところで召喚はわかるけど射出ってどういうことだぜ。文字通り、バグスターウイルスを異次元のゲートのようなところから打ち出して相手にぶつけます。さらにこのマントをドリルのように形状変化させて相手にドリルパンチをしたりですとか、瞬間移動能力、空中浮遊なども可能にしています。万能マントすぎるぜ。さらにファンタジーゲーマーを刺激したためか数々の魔法も習得しており、念動力、光の剣の射出、火炎魔法、疾風魔法、相手のエナジーアイテムの効果を無効化することも可能です。ここまでいろんなことができるなら、デメリットがあるのも納得がいくぜ。ちなみに頭部の角であるグランダークネスホーンにて、変身者の意思を読み取り、召喚したバグスターウイルスの軍団を自在に操っています。必殺技はタドルクリティカルスラッシュ。ガシャコンソードで斬撃を飛ばす技ですが、初披露時はタドルクエストをゲームに奪われていたため、代わりにライダーキックを放ちました。対応するガシャットがないとガシャコンウェポンの召喚ができないのか。逆にガシャットさえあれば、変身できなくてもガシャコンウェポンの召喚は可能ですね。ところで、なんでそんな強力なガシャットを手に入れることができたんだぜ。この頃はもうダンクロとは敵対関係なんだろ。このガシャットはもともとダンクロとが、当時自分よりレベルの高いダブルアクションゲーマーへの対抗手段として開発したものです。この時はレベル10、だったもんな。ただ、ガシャットを開発した際、一からゲームを作ったわけではなく、ヒーロとタイガからタドルクエストとバンバンシューティングを回収していたので、それらをバージョンアップさせることで完成させました。なるほど。あれ、じゃあもしかしてスナイプの強化フォームは？お察しの通り、このガシャットを使いますがそれは次回ですね。ちなみにこのガシャットは単体で使用することも可能で、ゲームはファンタジーゲーマーを召喚し、そのレベル差を生かしてダブルアクションゲーマーを一撃で変身解除まで追い込みました。さすがにレベル50のゲーマー相手はきついぜ。しかもこの時は先ほども述べましたがヒーロとタイガも変身用のガシャットが奪われており、ドクター側で戦えるのが M だけだったので絶望感がやばかったですね。そもそも変身ができないと何にもできないもんな。なおかつ、その時の M の様子がいつもと違い、患者のことを一切考えない自己中心的なゲーマーへと性格が表現していたため、患者を救うというドクターとしての使命を誰も果たせなくなっていました。もうマジでやばいぜ。医療崩壊だぜ。
そんな状況の中、ヒーロが決死の覚悟にて生身でファンタジーゲーマのおとりとなり、ゲーマに混乱のエナジーアイテムをわざと取得させることで、ゲームを攻撃させることに成功。その衝撃でガシャットがゲームの手を離れ、その隙にガシャットを奪うことに成功しました。おお、ヒーロやるじゃないか。ゲームからはレベル5までしか到達していない君に扱える代物じゃないと煽られましたが、使いこなしてみせると宣言し変身。最初はファンタジーゲーマに意識を乗っ取られましたが、強い意志でそれを克服し、自らの制御下に置くことに成功しました。ヒーローかっこよすぎるぜ。医師としてのプライド、信念、意志の強さ、世界で一番のドクターを目指しているところが本当素敵ですよね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。